私はともかく、あんたは問題外でしょうが。衣装合わせをした時のおぞましい格好といったら。言うなっての。俺も思い出したくないんだから。ただいま、ジル、ハンス君。あ、クローゼ、火事の話聞いたわよ。大変だったそうじゃない。院長先生とチビたちは大丈夫だったのか。ええ、一応みんな無事でした。ただ孤児院の建物が完全に焼け落ちてしまって。そうか。元気出しなさいよ。悩んでいたって仕方ないわ。チビちゃんたちが楽しめるよう学園祭を成功させないとね。うん、テレサ先生にもそんな風に注意されちゃった。だから全力で頑張るつもり。あんたが本気を出せば百人力だから期待してるわよ。ところでさっきから気になっているんだけど、その人たちどちら様？はじめまして、私エステルっていうの。ヨシラです、よろしく。それじゃあんたたちがクローゼの言ってた約束通り連れてきたわ。二人とも協力してくださるって。いやー、助かったわ。はじめまして、エステルさん、ヨシアさん。私、生徒会長を務めているジル・リードナーと言います。今回の劇の監督を担当してるわ。俺は副会長のハンスだ。脚本と演出を担当している。よろしくな、お二人さん。うん、こちらこそ。よろしくお願いします。それにしても、な、何？さすが遊撃士だけあってスポーツも得意そうな感じね。エステルさん、剣は使える？まあそれなりには。棒術がメインだけど父さんに習ったこともあるし。よっしゃ、これで決まりね。あなたにはクローゼと剣を使って決闘してもらうわ。決闘？もちろんお芝居でですよ。クライマックスに二人の騎士の決闘があるのよ。まあ劇の終盤を彩る迫力のあるシーンなんだけど、クローゼと勝負できるくらい腕の立つ女の子がいなくてね。この子フェンシング大会で男子を押しのけて優勝してるし。へえ、すっごい。ちなみに決勝で負けたのはそこにいるハンスだけどね。悪かったな、負けちまって。ちなみに俺が弱いんじゃない、クローゼが強すぎるんだよ。あくまで学生レベルの話ですから、本職のエステルさんの足元にも及ばないと思います。またまた謙遜しちゃって。でもそういうことならちょっとは協力できるかも。クローゼさん、頑張ろうね。はい、よろしくお願いしますそれにしても女騎士たちの決闘なんてなかなかユニークな内容だね。女騎士？二人に演じてもらうのは、れっきとした男の騎士役だぜ。え？しかし、ヨシュアさんの方は文句のつけようがないわね。期待してもいいんじゃない？ああ、悔しいが同感だぜ。その劇、
どういう筋書きなのかな。題名は白き花のマドリガル。貴族制度が廃止された頃の王都を舞台にした有名な話なの。貴族出身の騎士と平民出身の騎士による王家の姫君をめぐる恋の鞘当て。しかもこの3人身分は違うけど、お互い幼なじみの関係にあってね。それに貴族勢力と平民勢力の思惑と陰謀が絡んできちゃうわけよ。まあ最後は大団円、文句なしのハッピーエンドだけどね。へえ、面白そうじゃない。それでどうして女の子が男性役を。それが今回の学園祭ならではの独創的かつ刺激的なアレンジでね。男子と女子が本来やるべき役をお互い交換するっていう趣向なのさ。男女が役を入れ替える？へえ、そんなのよく先生たちが許してくれたわね。性差別からの脱却、ジェンダーからの解放とかなんとか理屈をこねて無理やり押し通しちゃったわ。本当は面白そうっていうそれだけの理由なんだけど。ジルったらもう、ほんとこんな奴が生徒会長とは世も末だよな。うん、確かに面白そうかも。ちょっと待った。その話の流れで言ったら、僕が演じなくちゃいけない重要な役っていうのは。いやー、ほんと助かったぜ。クローゼありがとね。いい人たちを紹介してくれて。ごめんなさい、ヨシアさん。これが舞台衣装か。騎士っていうから鎧でも着るのかと思ったけど、さすがに甲冑だと演技に支障をきたすからね。現在の王室親衛隊の制服をアレンジする方向で行ったのよ。そうなんだ。クローゼさんはショートだしハマり役って感じがするけど。ありがとうございます。エステルさんもとてもよく似合ってますよ。そうかな。ところでなんで色違いになってるの。私が演じるのは平民の青騎士オスカー、エステルさんが演じるのは貴族の赤騎士ユリウス。それぞれの勢力のイメージカラーなんです。はあ、なるほど。それじゃあヨシアは。二人の騎士の身を案ずる王家の白の姫セシリアだ。ささ姫、どうぞこちらへ。ちょっと待った、まだ心の準備が。頼むから何か言って。このまま放置されるのはちょっと辛いものがある。いや、なんていうか全然違和感ないわね。びっくりしました。すっごく綺麗です。うん、自信持っていいぞ。事情を知らずにあんたを見たら俺ナンパしちゃいそうだもん。正直な感想ありがとう。全然嬉しくないけど。まさに私の狙い通り。この配役なら各方面から受けを取れること間違いなしね。みんな一致団結して最高の舞台にするわよ。イエス。
ではエステルさん、手前のベッドを使ってください。サンキュー。でもクローゼさんとジルさんって同じ部屋なんだ。通りで仲がいいわけね。学園に入って以来の仲です。ルームメイトにして腐れ縁ってところかしらね。ところでエステルさん、一つ提案があるんだけど。何？私のことはジルって呼び捨てにしてくれるかな。さん付けされるとなんだかむずがゆいのよね。代わりに私もエステルって呼び捨てにさせてもらうから。うん、そうさせてもらうわ。でしたら私のこともどうか呼び捨てにしてください。その方が自然な気がしますし。そう、だったら遠慮なく。ジル、クローゼ、しばらくの間よろしくね。はい、こちらこそ。まあ、女状態だし気軽に過ごしてもいいわよ。建物の中にいる限りは男子の目も気にしなくていいし。だからといってだらしないのは感心しないけど。ああ、これだからいい子ちゃんは困るのよね。かまととぶっちゃってもん。あ、ひどい。そんなことを言う子にはお菓子焼いてもあげないから。あ、嘘、クローゼ様、私が悪うございましたです。ダメ、反省しなさい。あら、どうしたのエステル、まじまじと見つめたりして。いやー、なんだか羨ましいなって。羨ましい？私もロレントに仲のいい友達はいるけど、せいぜいお互いの家にお泊まりするだけだったのよね。こんな風に気の合う友達と一緒に暮らせていいなって思って。クローゼ、どう思う？どうって言われても、エステルさんに羨ましがられるのはちょっと納得いかないような。え？あ、やっぱり。何言ってやがるんだこのアマはって感じよね。なんで？あんたね、自分が誰と一緒に旅をしてるのか分かってる？自宅では一つ屋根の下で暮らしていたんでしょうが。え、それってもしかしてヨシアの話？もしかしなくてもそうですよ。あんな上玉の男の子といつも一緒にいるくせに女状態を羨ましがるとは、もったいないお化けが出るわよ。もう何言ってるかな。ヨシアは私の兄弟みたいなものだってば。何年もの間家族同然に暮らしてきたんだから。おほう、家族同然ね。あんたがそのつもりでもヨシア君の方はどうかしら。え、あの年頃の男の子って抑えが効かないって言うし、ましてあんたみたいな健康美あふれた子がそばにいたらいろいろと辛かったりして。もうジル、ごめんなさい。エステルさん、ジルってば今日が乗ると人をからかう悪癖があるんです。ブーブー、悪癖ってなんだよ。何か文句でも？いや、めっそうもないっす。
もう、びっくりさせないでよ。そんな、まさかね、ヨシアが、だなんて。意識してる、意識してる。ジル。おっと、忘れてたわ。寝る前に日報を先生に提出しなきゃ。それじゃ、おやすみ。先に寝ちゃってていいわよ。まったくもう。そうだ、エステルさん。私のでよかったら、パジャマを貸しますけど。エステルさん？え？ああ、パジャマね。うん、なんでもいいから貸して。我が友よ、こうなれば是非もない。我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け！互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したか、オスカー。だが、この身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に、剣を持って運命を決するべし。おう、我ら二人の魂、空の女神もご昇覧ある。いざ、尋常に勝負。ほう。はあ。間違わずにここのシーンを乗り切ったわ。迫真の演技でしたよ。クローゼには全然かなわないけどね。セリフを間違えたことほとんどなかったじゃない。私は随分前から台本に目を通していましたから。私もようやくエステルさんの動きについていけそうです。いろいろと稽古をつけてくれて本当にありがとうございました。ううん、クローゼの場合は基本がしっかりしてたからね。その気になればいつでも遊撃士資格を取れると思うよ。おだてないでください。
いよいよ明日は本番ですね。テレサ先生とあの子たち楽しんでくれるでしょうか。本当に院長先生たちを大切に思ってるんだ。まるで本当の家族みたい。あ、ごめん、変なこと言っちゃった？いえ、エステルさんの言う通りです。家族というものの大切さは先生たちから教わりました。私、生まれて間もない時に両親を亡くしていますから。え？裕福な親戚に引き取られて何不自由のない生活でしたが、家族がどういうものなのか私は全く知りませんでした。10年前のあの日、先生たちに会うまでは。10年前、まさか100日戦役の時？はい、あの時ちょうどルーアンに来ていたんです。帝国軍から逃れる最中に知っている人ともはぐれて、テレサ先生と旦那さんのジョセフさんに保護されました。そうだったんだ。戦争が終わって迎えが来るまでのたった数ヶ月のことでしたけど、テレサ先生とおじさんは本当にとてもよくしてくれて、その時初めて知ったんです。お父さんとお母さんがどういう感じの人たちなのかを。家族が暮らす家というのがどんなに温かいものなのかを。クローゼ、すみません、つまらない話を長々と聞かせてしまって。ううん、そんなことない。明日の劇頑張っていいものにしようね。はい、私が言うのもなんだけど絶対面白くなると思うわよ。ジルとハンスもいろいろと頑張ってくれたしね。そうですね。でも最大の功労者はヨシアさんじゃないかしら。あんなに演技がうまいなんて。うん、乗り気じゃなかったくせに見事なまでのお姫様っぷりよね。発声といい、間の取り方といい、プロの役者さん顔負けですよ。ヨシアさんって演劇の経験が終わりなんですか？あ、私も出会うまでのことはよく知らなかったりするのよね。何があったのか知らないけど、あんまり喋りたがらないし。あ、すみません、失礼なことを聞いてしまって。いいわよ別に。確かにヨシアは何でも完璧にこなすタイプかな。ほんと、いつも余裕しゃくしゃくで可愛くないっていうか、たまに泡出たりするときなんかは可愛かったりするんだけどね。どうしたの？私たちの役、逆だった方が良かったかもしれませんね。え？ユリウスとオスカーですよ。エステルさんがオスカーの方が良かったような気がして。え、どうして？確かに私が貴族出身のユリウスっていうのもちょっと似合わない気がするけど。いえ、そういうことではなくて、あの劇のラストで。姫様がオスカーに出会った。はい、ヨシアも役得よね。クローゼ、ひょっとしてヨシアにされるの嫌とか？とんでもないです。でもなんだかお二人に申し訳ないような気がして。
やだな、ジルみたいなこと言わないでよ。どうせヨシアだって手のかかる妹くらいにしか私を見てないんだから。そうなんですか。いつも父さんと一緒になって私のことを子供扱いするし、まったく腹が立つったら。とにかくそういうことで気にする必要は全くなし。はい。あ、ここにいたのか。ヨシア、ハンス君も。予行演習は終わったのにまだ稽古をやってるとはな。二人とも精が出るじゃないか。決闘シーンうまくいきそうかい。任せなさいっての。完璧に演じてみせるんだから。そっか、うん、楽しみにしてるよ。そういえばお二人はどうしてここに。私たちを探していたみたいですけど。ああ、エステルもヨシアも寮に泊まるのは今日が最後だろ。明日のケーキ漬けも兼ねて一緒に夕食でもと思ってさ。あ、そうなんだ。うん、私も賛成。ご一緒させていただきます。ところでジルさんは一緒じゃないの。つい先ほど学園長に呼ばれましたけど。私ちょっと呼んできますね。あ、私も行く。ヨシアたちは先に食堂で席を取っててよ。うん、わかった。それじゃあ食堂に行こうか。合点だ大将。誰が大将だよ。あの二人も仲良くなったみたいね。ヨシアってなかなか人を寄せつけないところがあるからちょっと心配だったけど。え、どうしたの。いえいえ、何でもありませんよ。まあいいや、とりあえず着替えましょう。この格好で歩き回ったらさすがに恥ずかしいもんね。そうですね。これでよしっと。それじゃあジルを迎えに行くとしますか。はい、学園長室に行きましょう。